ホットスパーコンビニエンスネットワークスの電波ホットスパーは日本でかつてチェーン展開していたコンビニエンスストア。スパーは世界最大の食品小売りチェーンである。日本においても全国各地の卸売り、小売り業者により地区本部が設立され、食品スーパーマーケットなどが加盟店となり、スパルの看板を掲げた。1985年3月に 関東地域スパー本部がコンビニエンスストア業態の店舗名としてホットスパーの名を使い始め他の地区本部もホットスパー店舗の運営に乗り出したホットスパーは日本独自のブランドで日本以外のスパーは日本のコンビニエンスストアに近い業態の店舗をスパルエクスプレスなどの店名で展開しているなおサッカーイングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパー FC との関係は 一切ない。1977年に発足した全日本スパグループは当初はボランタリーチェーンとして生鮮食料品を中心に扱う小型スーパーマーケット形態の店舗を展開していた。一方、サニーマートに四国スパ本部としてスパ1号店を開店、ことぶきや平和堂は展開当初からスパをコンビニエンスストアとして出店していた。 1985年3月、関東地域スパー本部が、コンビニエンスストア業態のホットスパー1号店を開業させ、同年11月に北陸スパー本部が、日本海主販と共に北陸ホットスパーを設立してから、コンビニエンスストア業態の店舗は、ホットスパーブランドとして展開された。1986年8月に、沖縄スパー本部株式会社が、 コンビニエンスストアホットスパーの1号店を開業。1984年6月に株式会社ベルセンターによって設立された東北スパー株式会社もコンビニエンスストア業態を中心に展開し、宮城地区スパー本部株式会社も同様にコンビニエンスストア業態で展開したほか、東海地域スパー本部もスーパーマーケット業態と並行してコンビニエンスストアも出展した。 1993年4月1日には、コンビニエンスストア47店で加盟店売上高60億円を上げた。1996年6月に、従来スーパーマーケット業態のみを展開してきた、高新越地域スパー本部が、新たにコンビニエンスストア事業部を設け、長野市に一号店を開業した。コンビニエンスストア業態で、 日本国内でのスパーの出店の中心的業態となり、1996年6月期の時点で、コンビニエンスストアは12地域本部合計2236店の78.3%を占めていた。首都圏、スパー本部を霞が買収して傘下に収めたものの、一部を除く東京圏では、店舗展開があまり進まず、東京では定置メ度ドに止まった。 中京圏で元当官がユニーやその子会社のサークル系ジャパンが展開する大手コンビニエンスストアサークル系との取引をメインとしており、その子会社を通じて展開した関係から1993年9月期末時点で48店舗に止まっていた。大阪地区スパー本部はホットスパーの展開を行わなかった。以上が要因となり三大都市圏の店舗展開で、 ファミリーマートやセブンイレブンなどの大手チェーンに大きく差をつけられた。中核企業であった霞コンビニエンスネットワークが加盟店オーナーから起こされた訴訟の影響で1996年当時上場していたコンビニエンスストア4社中唯一紙期の店舗の増加数が前年実績を下回った。1995年時点で約770店舗のうち 約500店舗と店舗数の大半を占めていた旧ボランタリーチェーン契約店を中心とした既存店に多大な影響を及ぼし、同期のチェーン全店の売上利益はともに微層に止まることになった。1998年2月期決算で既存店売上が約2.7%の減少。閉店数が新規出店を上回る事態となり、 店舗数も844店舗へ順減。約1.52億円の最終損失となって、設立以来初の赤字に転じる状況に陥った。翌年度1999年2月期も大手、コンビニエンスストアチェーンの店舗開発が、霞コンビニエンスネットワークの地盤である、茨城県を含む北関東へ広がってきた影響を受け、負債3点153店舗の閉鎖に追い込まれるなど、 店舗数の順減が続いた。そのため、約70.71億円の最終損失という大幅な赤字で2期連続の赤字となった2000年6月20日、九州地域スパー本部を参加に持つ九州コンビニエンスシステムズが、ここストアと業務提携を行い、同年に負債3.25点を閉店した。 その他の本部でもたチェーンとの競合などで不採算となった店舗が閉鎖されて店舗数が減少に転じた。2000年3月にアルビスが北陸ホットスパーの全株式を日本海主販へ譲渡したことを皮切りにグループからの離脱が広がった。サニーマートが2001年3月に離脱して 3F へと転換する方針を発表した。同月には 森田グループのココストアが、霞グループの所有する約46.29%を含む霞コンビニエンスネットワークの全株式を公開買い付けで取得し、資本、業務提携して参加に入ることが発表され、同年6月18日にはコトブキアが保有する九州コンビニエンスシステムズの株式85.7%が、同じことぶきア参加のことぶきアコンビニエンスシステムズの 全株式とともにココストアに譲渡されて同社の参加に入るなど2社が相次いで当グループとココストアの2つのチェーンに重複して参加となった2002年2月に宮城地区スパー本部株式会社から株式会社ホットスパーコンビニエンスネットワークスにコンビニエンスストア事業が営業譲り受けされ同様にココストア系列となり東海地域スパー本部株式会社が コンビニエンスストア事業から撤退するなど、チェーンの再編は続いた。2004年2月1日、エブリワンが、九州地域スパー本部を吸収して独立した企業で、亡くなった。また、同年10月22日には、岩手県を中心に、ホットスパー131店を展開していた、ベルセンターが、コンビニエンス事業をローソンに営業場として、 店舗をローソンに転換することで合意して撤退。11月に日本海主班が北陸ホットスパーの全株式をチックタックシステムズと同時にポプラへ譲として撤退するなど再編に伴い店舗数が減少した。2005年買収したポプラが店舗をポプラに転換して12月13日に北陸ホットスパーを同社に吸収合併した。エブリワンは ココストアとエディアフランチャイズ契約を結び、2002年に直営22店、FC125 店で加盟店売上高220億円を上げていた九州地域スパー本部のホットスパーの店舗は、2005年5月2日から5月26日までの期間で残る87店全てをココストアへ転換し、新たに買収されなかったもののホットスパーの店舗数、減少はさらに進んだ。 グループの中核企業であったホットスパーコンビニエンスネットワークスが2007年11月14日に店舗名をすべてココストアに変更する方針を発表し同月29日に新規出店したココストア龍ヶ崎がわら大店から店舗名の切り替えをはじめ2008年2月から3月の2ヶ月間で既存店419店舗の内外装もココストアに切り替えたまた 全日本スパー本部から脱会して6月に社名も株式会社ココストアイストへ変更した。2008年11月末で全日本スパー本部は国際スパー本部との契約を解消し2009年2月末の総会で生産した。国際スパー本部と直接契約を継続することになった北海道スパーを除き他の各地区本部はスパー事業から撤退して 日本のスパ事業は事実上終了した。北海道スパはホットスパではないため、国際スパ本部参加のホットスパは消滅した。2008年3月まで、関東、東北、静岡、沖縄までに開店した店舗の地域に出店していた。2008年2月から3月末に既存店,前店舗をココストアへ転換。1984年に、 高新越地域スパー本部株式会社に称号を変更し、1996年6月に新たにコンビニエンスストア事業部を設けて1号店を開店したが、翌年1997年7月28日にコンビニエンスストア事業を営業場とされて株式会社更新ホットスパーを設立して事業を引き継いだが、その後撤退した。同社は現在は、 ココストアイーストと同じココストア CVS グループである。1999年8月に株式会社、コトブキアコンビニエンスシステムズや株式会社、領有チェーンサポートシステムと統合する目的で、九州コンビニエンスシステムズ株式会社を設立。2001年6月18日にコトブキアコンビニエンスシステムズは、 ココストアの参加となり7月には株式会社エブリワンに称号を変更した。後2004年2月1日に九州地域スパー本部は同じココストア系列となったエブリワンに九州合併される。2005年5月2日から5月26日までの期間でココストアに転換。エリアフランチャイズ契約先であるホットスパーコンビニエンスネットワークスが ココストアにブランドを統一し、社名もココストアイーストとなった。これに伴い、エブリワンが運営する店舗もココストアにブランド変更された。2004年10月にコンビニエンス事業をローソンに営業上とし、店舗は一部を除き、ローソンに転換。1982年に平和堂が加盟して、翌年に東近畿地域スパー本部を設立して、京都府、滋賀県、 福井県の3府県で出店していた。2001年5月11日にファミリーマートへ営業権を譲渡することで基本合意したと発表し、8月末までに譲渡を完了して撤退した。1968年12月設立の北陸チューリップチェーン株式会社が、1978年9月に富山県チクスパー本部株式会社となり、 1985年7月に北陸スパー本部株式会社へ称号を変更した。同社が1985年11月にコンビニエンスストア運営の北陸ホットスパー株式会社を設立し、同年のうちに富山市内に1号店がオープンし、以降富山県で店舗を展開していた。親会社の北陸スパー本部は1992年4月にアルビスに称号を変更した。 2000年1月、アルビスと日本会主犯の共同出資により、持ち株会社の北陸シーストアシステムズが設立され、日本会主犯の子会社でチックタックを運営していた株式会社チックタックシステムズと共に、その子会社となった。2004年11月12日に、チックタックシステムズと北陸ホットスパーの株式がポプラへ譲渡された。その後2005年3月以降ポプラに、 店舗転換し、2005年12月13日付で、同社に吸収合併された。1977年に設立された株式、会社総集の系列会社の広島県東部地区スパー本部が、2005年時点で、広島県福山市、小野道市、セラ郡セラ町に展開していた。店名はホットスパーだが、業態はスパーに近かった。スパーから脱退の後に、 株式会社チューリップチェーン本部に転換した。高知県内作用手のスーパーサニーマートがフランチャイズ契約を結んで1982年から店舗を展開し、当時高知県内では全国展開をしている唯一のコンビニであった。1997年にローソンが進出して顧客を奪われ苦戦が続き、2001年3月14日に 3F と提携し、 スパー出店を中止して直営店の全店とフランチャイズ店のほとんどを 3F へと転換し、2015年にはローソンへ再転換した。北海道のスパーはセイコーマートを参照。AB、北、関東、新潟地区夏季特集カスみ CVS、96年度1 0へ、はずみ、日本食料新聞、ABC、 サニーマート戦略特集、3F 中四国、もっと地域に、日本食料新聞、川辺信夫、コンビニエンスストアの経営し日本における、コンビニエンスストアの30年代、早稲田小学第400号 AB 北山幸子、滋賀県における、大規模小売業の展開、株式会社平和堂の事例を中心に、立命館経営学、第44館第6号、 abcdefgh ココストアインスト会社概要ココストア2012年7月6日閲覧 abcd アルビス株式会社第45期有価証券報告書アルビス ab ホットスパがここに変更はスクメ島に1号店琉球新報 abc ローソン 東北スパー店舗90店を譲り受け、日本食料新聞、ABCD、東北スパーコンビニ事業撤退、岩手日報、AB、全日本スパー本部、6月期2236店、3870億円に、日本食料新聞、AB、東海地域スパー本部、岐阜県での営業権取得 SM 事業部は123三320億円規模に、 日本食料新聞 AB 高信越スパー本部 CVS 事業部新設ホットスパー展開へ日本食料新聞株式会社東刊第62期有価証券報告書当館、株式会社東刊第58期有価証券報告書当館、東海地域スパー本部第24期決算日本食料新聞大阪地区スパー本部 夏季不振で紙機、売上高伸び悩む。日本食料新聞。CVS 上場4社、紙機出店ペース順調エリア FC で周辺広げる。日本食料新聞。霞 CVS が委託中心に、通期160店出店へ、旧型店の活性化数をぐ。日本食料新聞。霞 CVS、旧 v c 店活性化が、急無心タイプの積極開発へ。 日本食料新聞。AB、霞 CVS の既存店伸び悩む。日本食料新聞。北、関東、新潟地区新春特集、CVS 出店状況、大手北上で、地元主政。日本食料新聞。コンビニ新展開脅威の発展曲がり角。読売新聞。霞コンビニエンスネットワーク、大岡新社長に再建をお聞く。日本食料新聞。 ココストアが KCS などと業務提携大手に対抗。日本食料新聞。AB、ビジネスアングル九州コンビニエンスシステムズコンビニの常識を破る新型店が、校長3年後の先天体制へ出店を加速。在海九州2002年2月号 AB、ココストア、カスミ CVS と、資本、業務提携、関東地区の基盤強化へ。 日本食料新聞。AB、ココストア、コトブキや CVS を完全参加に、グループ総店舗2200店で、CVS 界7へ。日本食料新聞。AB、全日本スパーグループ、地区本部を、強化、1300店2380億円規模に。日本食料新聞。株式会社、東刊平成14年9月期中間決算単身。東刊。 AB、ビジネスアングル九州、コンビニエンスシステムズコンビニ店を進化させる、生活密着型の新型店を、熊本市に出店。在海九州2004年2月号 ABC、ポプラ、チックタックシステムズと北陸ホットスパーを、買収早期に100店体制へ日本食料新聞。ABC、スパー全87店を、ココストアに順次転換エブリワンココストアと、 エリアフランチャイズ契約。週刊経済2005年5月10日発行。ナンバーワン 325AB。コンビニのホットスパーが店舗名変更。ココストアに。茨城新聞。AB。ホットスパー。ココストアに CI 統一スパー脱会で新戦略。日本食料新聞。ABC。ココストアイースト。新装で新規客増加タスポ効果も。日本食料新聞。 AB 全日本スパー本部解散北海道スパーのみ単独加盟に日本食料新聞ココストアイースト会社概要ココストア2012年7月6日閲覧追悼集講演なる理想平凡なる実行神林留学生小学会1995年霞 CVS 新社長に佐々木文博氏7月に社名変更 日本食料新聞。全日本スパーグループ。グループメリットの追求狙い。仕入れ共同化を推進。日本食料新聞。霞 CVS。更新ホットスパー設立更新エツスパーと住み分け。日本食料新聞。AB。ココストアウエスト会社概要遠隔。ココストア。2012年7月6日閲覧。ホットスパー。エブリワンと共同で。 沖縄地区開発、地区ナンバーワン目指す。日本食料新聞。AB、平和道コンビニ撤退圏内に29店舗。福井新聞。AB、北日本新聞2005年1月8日付長官4面、チックタックホットスパー圏内50店、ポプラに、会場買収した、広島の会社5月目処に新規出店もより、 北日本新聞2004年11月13日付長官6面、チックタックとホットスパー広島のコンビニが、買収より。瀬戸内特集、ドンやインタビュー総集、トヨタ社長。日本食料新聞。AB3F、サニーマートとエリア FC 契約締結。日本食料新聞。高知県内の、サニーローソンまず10点が開店。高知新聞。 オリジナルの2015年2月10日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20150210081117/.http://www.k-o-c-a-h-i-n-e-w-s.co.jp/. &NWSRL イコール 332,987&2 はイコール 1&NWVT イコール KND2018 年9月30日閲覧。ありがとうございます。